まあ、神タン来ますよね。さすがに。初手コンバートの人はもう殴りだよね。ゆうさんこんばんは、いつも。あざます。いや、グノン欲しいね。グノン欲しいね。雰囲気来ねえか、これ。あ、こうかな。成り打ちやってって、F3、はるまる、B、E の4に、E の4、ブランジェッタどうかな。ちょっとプレッシャー与えて、相手に焦って右上 X 打たせるみたいな感じかな。悪人の盾よ。ここまでだと。グノーね、この進行を選んだんで、まあ、一応 C の5が刺さるっていう形か。グノーは。この試合ね、富岡さん来てくれるかな。いや、さっきの流れ見せられると、ちょっと富岡さん、この試合来なさそうなんだよな。結構相当長い試合にしないと、引いてこれないかも。グノー頼む。ここよ。うん、来た、ナイス。このグノーは最高。が、しかし、まだ、勝ったとは限らないっていうね。このデッキね、神谷に強いように、見えると思うんですけど、そうでもないんですよね。実は。富岡がね、来ないんで、謎に。まあ、しばらくのんびりっていう感じかな。いや、でも、ここ、グノー決まったのは助かったな。一旦。まあ、ブランジェットのんびり置いてって。いや、アベル欲しいね。いないけど。アベル欲しいな。絶対ここ E の4なんで。大体 E の4だよね。角もあるか。コンボないし。まあ、ここは悩みどころっすね。角か。オッケー。で、これ6いつ刺すか問題あるね。まあ、ここかな。ここ打って右下 X 打たれて右上 X 打ってどうなるか。そっちか。なるほど。意外とむずいか。死を望むか。意外とむずいかな。ロックはもうギリのギリまで残す感じですかね。いやー、これ C の2は相手どこ来んだろう。ちょっとわかんねえな。シノには相手が D の1来た時にちょっと盤面積みますからね。 C の1打って B の1打たれて3枚返しコンボ確定なんで、ちょっと一旦こっち。ただここに打っちゃうと相手が今度 C の2に打たれた時難しいんだよな。 C の2打ってきて、そこ来た。痛い。そこはラズィンか。まあ、エンデが4枚返し、これ。エンデが4枚返しで、まあ、飛びそうだけどね。まあ、どの道行くしかないから、行くか。行きます。OK! あー、ここ夜明けじゃねえんだ、マジか。ヌラリの方が自信あるってこと？さあ、後手番引いてってこの引きか。先手番だったらグノー強いけどね。なるほど。これは神ターン読みの構築かな？デバフ入ってるし。これも結構強いんだよな、実は。意外と強いですよ。HP はまあ低いのかな？こんなもんですかね。マデッキは。確かに、こういう時にね、しっかりギーユ来るっていう。神ターンで来いよ。さあ、取ってくるか。オッケー。ああ、やっぱデバフ多いっすね。これ、神タン読みか、相手。転結でいったら結構簡単に勝てそうだったな。まあ、しょうがないっすね、それは。で、ホーリー使っていきまして。どうやって飛ばすか。そこっすね。で、
こっちが X 行くか、それとも。まあでも義勇も活躍するのかな。相手がどれぐらい特殊入ってるかっていうところですね。まあバイスとイグナーツなんで、バイスは止まるけどイグナーツが止まんねっていう感じか。でもう一枚の S ゴマが何か、そこも気になるところ。あ、そっち来る？マジ？そっちかー、そっちですかい。結構大変なんだよな、そっちも。まあ雰囲気こうかな。ただ左下 X 来て、まあ富岡打ってく感じかな。富岡打って A の3、富岡打って、あ、角、いや、これは富岡根格できるんで結構強いか。でも相手もグノーあるよね、これ雰囲気。いや、グノーあるな。でも置くしかないよ。これ早いかな、もうちょっと待つ。もうちょっと待つっつってもいつ置くの。いや、めっちゃグノー来そうだよね。一旦こっちかな。で、どこに来るか。まあ、大体右下 X ですね。右下 X 打ってきて、で、ここで富岡かな。そろそろ打ちたいよね。毒！ブランジェッタは打ってる暇ねえ。水の呼吸11の方。さあ、カチカチよと。邪魔されるのは不愉快。うん、富岡やっぱ1個早くてよかったな。で、バイス来た。いや、ちょっとなんか雰囲気まずいか。で、一応次ダブコンですね。245枚か。うわ、ダーシ相手も勝てえな。さすが神探メタチック。6ねー。いや、わかんねえ。次6かな。いや、なんか微妙そうか。これ相手1箇所しか置けないんでね。いや、6だったくせえか。6って逆にバイス打たせてみたいな。いやー、罠ゴマ来てくれたら嬉しかったけどね。私の言うこと聞いてもらうわよ。富岡 F の4だったな。富岡 F の4打ってってダブコンで、まあ、グノーとか適当に打って、で最後バイスだったね。まあ、祈りのロック、なんか謎のやつ来たけど、ギリギリ耐えてく。どうこれ、ブランジェッタが奇跡的に発動したわ。死を望むか。ダブコン7400か。いやー、どうだ、ダッシュそこまでだけどね。いけ、いったー。なんじゃこりゃ。あー、同じかなるとは。神探メタ同士ですね、これは。はい、さん、こんばんは。いつもあざます。結構 HP 高いね。先手番引いちったな。いや、さっきフィニッシャー引ければな。アルメンかトモルで十分だったんだけど、引けなかったか。まあ、こうかな。たけさん、こんばんは。いつもあざます。まあ、ロイヤルじゃないですね、これは。チャンピオンシップですね。最初の方は、最速で置いてきまして、道を、開いていきますよと。なるほど。道を開く。やっちゃった。さあ、これやってきまして。ってことは、これあれか、紙デッキのあるか、はるまるか。
角きますよと。うん、準耐久っすね。これは。まあ、これやってって。ここのファビオコンボ微妙だけどね。あ、モンフィッシーさん、こんばんは。1919円スパチャ、今日もね、ありがとうございます。ワイマール憲法、ワイマール憲法って、その年号だっけ、まあ、ベルサイユ条約はあったけど、ワイマール憲法はね、ドイツの、憲法ですね。日本の憲法は、ワイマール憲法を参考にしてるんで、割とね、日本にも馴染みがあるっていう、憲法となっております。いや、事故ってんな、これ。てか、相手、強いな、引き。S5 は引いてるじゃねえか。まあ、こっちもね、一応いるんですけど、ちょっとこれ、いつね、使うか迷うね、この、富岡さん。あー、なんかん?あ、違うか、これ。オーラ釣れたかと思ったけど。ここでいいのかな?ちょっとよくわかんないですね。どこに置けばいいか。あ、ドリシーババさんもね、こんばんは。いつも、あざます。ナイバトスタンプしたいけど、お金がない、マジか。一応ね、200円あれば、メンバーシップ入れるんで、一応ね、90円でやってるんで、月。ぜひね、そちらもお願いします。あー、そうか、そこを来るのか。確かになぁ、まあ。当然、角打てるけど、あ、でも角打っちゃっていいのかな。角打って間入られる。で、自分も入る。まあ、お互いに晴れ丸取ってく感じ?ちょっと強気に行ってみるか。正直、この試合は負けなんで、やってみます。まあ、お互いに晴れ丸取ってってっていう感じかな。まあ、富岡井の6ですかね。一応、罠あるんで、一旦、その、はるまるのコンボは大丈夫なんですけど、で、そっからどうやってまくっていくかっていうね。たけさん、なぎささんの配信、ふと気づかぬ間に、あ、なるほど、数回ね、メンバーシップになってると。そうですね。結構ね、ギフトがあるんで。楽にしたまえ。さあ、グノーパイセンね。富岡はいつ置こうかな。なんか、いつ置くかわかんないですね。とりあえず、罠ゴマが発動するまではいっか。まあ、一旦グノーで置いとく。さあ、盤面は取りましたね。さあ、クソやばいんですが。グノーはあんま関係ないと。いう感じでして。で、ほろ苦い人来る。いや、準耐久結構厄介だな。手駒詰まってますね。いや、意外と大変か、これ。うん、盤面あんま良くねえな。いやー、義勇、混覚したいけど、これ無理だな。相手、これ、C の5っしょ。C の5来て、とりあえず、罠、解除と。いやー、これ、E の6置けねえのきついな。さあ、リッチ置けないんですよね。いや、置ける場所がマジでね。先手番きついね。やっぱ先手番きついわ。で、A の4。いや、でも A の4打ってってもあれか、ダメか。E の6入ってって、C の6打たれるもんね。いや、打たれねえか。いや、大丈夫か。A の3、A の4。A の3、そっちか。A の3、A の4。いや、うざすぎる。まあ、ここ行くしかねえか。ブランジェッタね。角打つっしょ。うん、富岡頑張ってるけど、自利品だな。アルカ置いてって。
仕事を全うする。何があってもね。ああ、そうか、これ相手 E の位置か。いや、そうっすね、 E の位置だな。おっ、ここで使ってくる。いや、それだと枚数返しが決まるんだが、ただ回復が相当うぜえな。バイセもね、使っちゃったしね。ここ行くしかねえか。毒、もう一丁毒入るっしょ。届かねえな。赤妻さん、こんばんは、いつもあざます。いや、これ負けっすね。一応相手角来ると回復しつつ、まあ義勇は使えますが、そこ来ますよと。まあ飛ばせねえんだよな。エンデガは強いけど。ジョン・ファンダさん、アッキー・ジェントルさん、詩人さん、こんばんは、いつもありがとうございます。チャムさんもこんばんは。さあ、結構打点出していきますが、やばい、せつ買っちゃったんだよな。で、これはカドっしょ。あー、飛ばしに来た。それは飛ばなくないか。あれ、相手角でよかったと思ったけど、これはダブコンなんで勝った。これはラッキーだな、マジか。あー、やっぱそうだよね。うん、やっぱ殴りっていう感じがですよね。雰囲気そうだよね。ただこれは X 値から晴れ丸置くまでの執行猶予時間があるんで、ちょっとそこだけ注意よと。X 値警戒で初手からこうかな。2ターン持続するんで、 X 来たら2ターンこいつで頑張ってもらって、変置き春丸からまくりっていう感じで、普通に来たら、うわ、またかよ、もう初手オーラやめろって。初手オーラやめろ。そんなに急がなくてもいいのに。で、このデッキはグノー入ってるんですけど、ちょっと引けるかわかんねえんだよな。まあ、一旦こうっすね。グノーいれば仕打ちっすね。ただいないんでこれやってって、まあ罠駒いるからそこでなんとかしてほしいな。さあ、八重ちゃん来た。さあ、こっち。アルカか。まあ、これは食毒の方でいきます。うわ、しっかりバフ置いてきて。ちょっとやばい雰囲気。リッチ終わった。リッチが置物と化しました。ちょっと成り打ちやったの失敗か。さては。お、ベビーさん、こんばんは、いつもありがとうございます。パンジさん、ロイヤルの超駒一部、解放ルールってすごくいい、システムだと思ってます。なるほど。まあ、春丸がその対象かな、確か。で、右下にパラサゴンパイセン来まして、まあ痛いですよと。ブランジェッタか。いや、リッチがマジで空打ち。流れ先と、おっと、もう暴れてくる。まあ春丸のコンボ後半向けですからね。痛え、マジそんな食らう。いや、わかんねえ。ブランジェット置く。いや、ブランジェット置くか迷ったね。罠置くか。でも罠置いてもコンバートだからな。刺さるかどうかはわからんっていう。罠ゴマでもよかったくせえか。でも次罠でもギリ間に合うんだよな。私の自信は揺るがない。いや、きついね。いや、初手俺マジできつい。いや、エンデが打つか。
次バイセ引く感じで、バイセ引いていけるかな。いやー、このメタデッキ使っ、え、そこなの。いや、それならまだあるか。いや、ねえな、全然ねえわ。バイセ引いたけど、どうよこれ。はるまるコンボライフバーじゃないからね、そんな劇的に変わんねえんだよな。結構ダメージ出そうだけど、ちょっと足んないかな。毒あるありますけど、よいしょ、いったー。なんか勝ったわ。ラッキー。私はまだ過去に囚われているようです。